ニコラス・ジョン・セスターは、オーストラリアの歌手、ギタリスト、シンガー・ソングライター。ロックバンド、ジェットのリード・ボーカリストとして最もよく知られる。オーストラリア・メルボルン生まれ。4人兄弟の長男であり、スコットランド人の母とイタリア人の父との間に生まれる。1996年、高校の友人であった、キャメロン・マンシーとバンドを結成。セスターは、おじが、 ブラックバードを弾いているのを見てギターを始めた。バンドがクラブでギグをし始めた頃には工場でフォークリフトオペレーターとして働いていた。バンドはテイクイットはリーブイットがヒットした後にエレクトラと契約を交わした。セスターはスーパーグループナイツの創立者である。2004年8月、バンドが国際的な成功の絶頂にいる中、最愛の父ジョンをガンで亡くした。 セスターは父に捧げる曲として、シャイオンを書き上げた。2006年10月下旬、セスターは急性陰陶炎と診断された。このことによりバンドはヨーロッパツアーの日程をいくつか変更した。2007年10月31日、パウダーフィンガー、ミッシー・ヒギンズと共に乳がんの女性のためのコンサートを行った。ありがとうございます。